こんにちは、インリビングです。今日は私の Amazon ベスト10を紹介していきたいと思います。これは私が今までの人生で Amazon で購入してきたものの中から、これは買ってよかったなと思うものを10個選びました。ランキングではなくて順不同で紹介していきたいと思います。それではどうぞ。まずはこちら。これなんだかわかりますか？これはスペースアダプターというものです。皆さん、家のコンセント、ケーブルぐちゃぐちゃになっていませんか？これを使うと、このケーブルコンセントに挿すとこうなるじゃないですか。で、ここが曲がっちゃうんですよね。それが、これを使うことによって、まずこれをコンセントに挿してケーブルをこう挿すので、ここまっすぐにできるんですよ。それが本当に気持ちよくて、だいたいコンセントって2口だと思うんですけど、そこにこれを2つ並べて、コンセントを2つこう、ケーブルを2つこう挿すと、すごく綺麗な並列になるんですね。それが本当に気持ちいいんですよ。すべてのコンセントにこれをつけたくなるくらいおすすめです。まあ、なくても何の不便もないんですけど、あったら最高なものランキング1位だと私は思います。小さくて値段も安いので、ちょっとしたプレゼントにもいいと思います。おすすめです。次はこちら。これはダンちゃんです。ダンちゃんは段ボールを開けるときに使うものなんですけど、私はこれがないと確実に手を負傷するんですね、段ボールを開けるときに。なので、これを使ってさらに軍手をはめて段ボールを解体するようにしています。最近これを家の中でなくして、ダンちゃんなしで段ボールを開けたんですけど、本当に手こずったのでダンちゃんは一家に一台、なくした時用に2本あってもいいんじゃないかなと思います。なんですかね、あの段ボールとテープの隙間にこうシュッと入るんですよ、この薄い刃が。で、切れ味も良くて、やめられなくなります。カラーバリエーションも多分いくつかあるんですけど、これが一番メジャーなんじゃないかなと思ってこれを買ってみました。色違いも買おうかなと思っています。次はこちら。これはトリガーポイントのフォームローラーです。私は昔から反り腰で前ももが異常に張っているんですね。なので、前ももとかを重点的にほぐす必要があるんですけど、なかなか自分の手では前ももってほぐしづらいんですよ、硬いし太いし。なので、このフォームローラーを取り入れてみたんですけど、これはすごいです。床にこれを置いて、その上にこう乗って自分が動くことでこうゴリゴリするんですけど、痛くて、でもだんだんそれが痛気持ちいいに変わっていって、すっきりするんですよね。リンパも流れるし、筋膜がほぐれる感じで、前ももだけじゃなくていろいろな部位に使えるので、一つあるとすごく体が楽になると思います。このフォームローラーの他にボール、トリガーボールっていうのがあるんですけど、あれが肩こりにすごい、肩甲骨に当ててグリグリするとものすごい気持ちいいらしくて、それも狙っています。こちら、これはラベルレスのノイズです。ここについていたシールがなくなっちゃったんですけど、ラベルレスのお水を Amazon で箱買いしています。昔からお水は箱買いして家にストックするようにしているんですけど、昔は普通にラベルがついているものを買っていたんですね。でも Amazon でラベルレスのお水を見つけて買ってみたら、これが本当に便利で、
あのラベルを剥がす手間がないだけでこんなに楽ちんになるんだなと感動しました。見た目もいいし手間もかからないしで、これ以外は考えられないという感じです。さすがにコンビニとかで売っているお茶も全てラベルレスになったら見分けがつかなくなってしまうので、それは無理なんだろうなと思うんですけど、気持ちとしてはもう全てのペットボトルがラベルレスになってほしいという感じです。お家でお水を箱買いしている方はラベルレスにするのをおすすめします。お水だけじゃなくてお茶とか小さいペットボトルとかもあります。うちはウィルキンソンもラベルレスのものを買っています。こちら、これはデンマンのパドルブラシです。ちょっとウィッグを溶かしたばかりなのでウィッグの毛が絡まってしまっているんですけど、これのいいところはパドルブラシって意外とここが木製のものが多いと思うんですけど、これはプラスチックでできているのでドライヤーをかけている時に使っても熱でこう変形する心配があんまりないのと、水にも木よりは強いので濡れ髪に使ったりとか水で洗ったりとかができるのでタフで使いやすいです。パドルブラシっていうのは普通のブラシと違ってこうただ溶かすだけじゃなくて、ここがクッションになっているんですね。これをこういう風に頭皮に押し当ててグリ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 とやることで血行を良くする、リンパを流すことができます。それに特化したブラシです。顔と頭の皮膚はつながっているのでリンパを流すことで頭だけじゃなくて顔もすっきりします。デスクワークとかをしていると結構頭がガチガチに固まってしまったりするので、それを今まではこういう風に手で頭皮をこう前後に動かしてマッサージしていたんですけど、このパドルブラシだとそれがもっと手軽に簡単にできるのでおすすめです。次はこちら、これはタニタの温湿度計です。これはもともとリクガメの博士のために購入したものなんですけど、名前の通り湿度と温度が測れるものです。今まで部屋の温湿度ってなんとなくの体感とか加湿器に表示されている数値でしか把握していなかったんですけど、当たり前なんですけどここに出る数値と加湿器に表示されるパーセントが全然違って、自分の体感ともやっぱり全然違って、それがなんとなく面白いなぁと思いました。これが今は温度計のグラフになっていて、ここを押すとこれは湿度のグラフになります。これですごく便利だなと思ったのが、1日の中の温湿度がどのぐらい変化しているかっていうところだけじゃなくて1週間分の変化も見られるので、エアコンは一定の温度に設定してあるんですけど本当に室温が一定で保てているのかとか、加湿器はずっと稼働させているんですけど実際のところ湿度は保てているのかとか、そういうのがチェックできるのですごくいいです。やっぱり自分が家の中で一番よくいる場所の温度と湿度が自分に合っているというのが一番気持ちよく過ごせると思うので、自分が一番よくいる場所にこれを置いておくといいと思います。すごく便利です。ここに壁にかけられるフックとかもついていて、あとこうやれば立てることもできます。あとこれパッケージがすごく良くて、捨ててしまうものなのでもうないんですけど、なんでこんなに手の込んだパッケージしたんだろうっていうくらい素敵なパッケージです。見てみてほしいです。次はこちら、これはパナソニックのミキサーです。これは結構前にスムージーが流行った時があったと思うんですよ。でもその時は全く興味をそそられなくてやらなかったんですけど、リクガメの博士が生野菜を毎日食べるので私も
野菜を食べるようになって、そしたらそうだミキサーでスムージーを作って飲もうと思い立ってこれを購入したんですけど、やってみたらスムージーとてもいいです。楽しいし美味しいしフレッシュな気持ちになります。あとは、まあ、自己責任だと思うんですけど、これでポタージュを作ったりとかもできるので料理にも使いやすいです。ミキサーを買おうと思ってすごくいろいろ調べたんですけど、なかなかちゃんとしたレビューが見つからなくて、桜が多かったんですね。なのでかなり自分で調べ上げてこれを購入したので、ミキサーを買いたいけどどれを購入したらいいかわからないという方にはすごくこのミキサーがおすすめです。見た目もスタイリッシュですごく気に入っています。ちなみにこれはこういう風に取って専用の蓋があるんですけど、それをつければこのまま持っていくこともできます。次はこちら、これはマキタの掃除機です。私は今まで自分で一人暮らしで掃除機を購入したことがなくて、というのも実家で使っていたような掃除機しか知らなかったんですね。重くてコードがついていて大きくて使いづらいっていうイメージだったので、ずっとクイックルワイパーでやってきていたんですけど、引っ越しをして掃除機があった方がいいなと思って調べてこれを買ってみたんですけど、びっくりしました。こんな感じでコンパクトで軽くて、私は身長が153センチなんですけど、そんな私でも小回りが利く、これを持ってスイスイどこへでも行けちゃうような、そんな感じです。こんな感じであんまり綺麗じゃないんですけど、紙パックになっていて、これをパッと取って捨てて新しいものをセットすればまた使えるようになるという感じなので、内部も清潔に保つことができます。この紙パックは私が使っている感じだと1ヶ月は変えなくても全然大丈夫です。一応私は紙パックを使っているんですけど、使い捨てじゃない布でできているものも売っているので、この紙パックのコストが嫌だなという方は布製のものでもいいと思います。一人暮らしで掃除機を買うならこれが絶対におすすめです。次はアンカーのポータブル充電器です。これはちょっと現物が今手元にないんですけど、画像か何かを入れておきたいと思います。では充電器って、まあ、大体が充電器を充電しておいて、そこから携帯とかを充電する風になっていると思うんですけど、この充電器は充電器をそのままコンセントに挿すことができるんですね。なので普段はコンセントに充電器を挿して、そこから携帯とかを充電しておいて、お出かけの時にコンセントからその充電器を抜いてそのまま持っていけるという、充電器の充電器がいらないというところがすごく便利でおすすめです。今はたくさん充電器の容量が大きくて薄いものとかも出てきていると思うんですけど、私は充電器をコンセントにさせるというのが一番充電器を選ぶポイントとなっています。充電器なら何でもいいやってコンビニで買ったりしていた時期もあったんですけど、これを使うようになってからはこれ以外の充電器を使うことはもう考えられません。おすすめです。そして最後はこちら、スズメです。これはもう私の動画でも何度も何度も出てきていて、おすすめも何度も何度もしているので、もう知らない方はいないかもしれないんですけど、スズメがやっぱりおすすめです。なんとなく家と外の境界線が薄くなる感じがあります。全く邪魔にはならないと思うので、買っておいて損はないと思います。このリアリティもすごいんですよ。本物みたいな可愛さ、ちゃんとふわふわしてます。
はい、ということでこれが私の Amazon 2020 Amazon ベスト10です。はい、暑い。ちなみに今私が着ているのはインディビパーカーです。ずっと売り切れていたんですけど、また再販をしたので、よかったらこれも見てみてください。それでは。